どうも鈴井孝之でございます。どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。何時に見ていらっしゃるのかよくわかりませんけども、ということで今日この撮影があるっていうのをすっかり忘れておりまして、ひげ面で来てしまいました。電車に乗った時に、あ、今日そういえば撮影があるんだ、どうしようと思ったんですけど、まあいっかということでこの稽古場に来た次第でございます。本番まで天国への階段ですか、もうあと残りわずかという感じですけどもね。稽古の方も佳境に入りまして、大変盛り上がってるのか盛り上がってないのかよくわからないような状況にはなっておりますけど、いや本当毎回そうだけどさ、お芝居ってさ、こう本番を迎える5日前ぐらいとかさ、一番嫌だね。テレビドラマも映画もそう、5日前とか1週間ぐらいに、ああやめてえなーって思うんですけど、ただこれがね、不思議な子に劇場入るとガラッと変わって、もちろんお客様皆様方がいらっしゃる前でやらせていただくと、やっぱりこの気持ちの高揚高まりというのがあって、一気にこう爆発していくわけでございます。きっと今回もあなたお客様が我々を盛り上げてくれるんじゃないですか。それを期待しますよ。本当に他力本願、ぜひ、劇場にお越しください。待ってます。